こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングのブランドです。この内容からわかることなんですが、30万本売れた空っぽペンを取り上げて、空っぽペンからブランドの作り方について一緒に見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介したいのは文房具の空っぽペンです。空っぽペンの特徴なんですが、インクが入っていない空のペンなんですね。そこで自分でインクを入れてオリジナルのペンを作ることができる商品です。で、ペンの内側には縦に長く面が入っていて、その面をインクに浸して吸い上げる仕組みになっています。ではこの空っぽペンのヒット理由について掘り下げていきましょう。これは日経クロストレンドの記事に書かれていて、今から一部記事抜粋して読みますね。墨書道用具文具メーカーのクレタケが販売する空っぽペンが累計販売30万本を突破した。クレタケのウェブサイトではインクの割合を変えて作られる84色を紹介していて、キットに付属の説明書に印刷された QR コードからチェックできる。それぞれのインクの配分はレシピとして共有され、コロナ禍で家の中でできる趣味として取り入れやすい。84色のレシピではバランスよくベーシックな色を中心に紹介したが、ユーザーが独自に試行錯誤してレシピに載っていない色を作りたくなる仕掛けにもなっている。はい、以上が日経クロストレンドの2022年の1月11日の記事からです。空っぽペンの特徴は自分好みの色のペンが作れることにあります。利用者はペンというものを買っているんですが、やっていることはこと消費なんですね。で、空っぽペンの本質というのは一言で表現をすれば非効率からの愛着と見ました。はじめから完成品、完成品とはインクが入ってすぐに使える状態のペンのことですが、完成品を買う方が確かに合理的です。しかしあえて自分でインクを吸収させる一手間があることで、効率は犠牲にはなるんですが、自分だけのオリジナルのペンが手に入るわけです。自らの手で作った自分だけのペンに他にはない思い入れが生まれるわけです。で、思い入れはどれくらいかというと、これは先ほどの記事に書かれていたことで、インク沼と表現される愛好者がいます。記事から引用すると、カートリッジ式のペンはインク沼と呼ばれるインクを楽しむコアなファンからの空っぽペンにお気に入りのインクを足して使いたいという声に応えた。インク沼に使っている人の中には、一度のイベントで10万円以上をインクの購入につぎ込む人もいるという。インクファンの間では集めたインクをお裾分けするのも楽しみの一つ。それまでの空っぽペンは中の面ごと使い切りだったが、再利用ができるカードリッジ式の登場でインクを交換しやすくなったという声を聞くという。 SNS を見ると、自分で作ったもの、手で書いたものを写真に撮ってあげている人が多い。自分がアナログで作ったもののオリジナル感をデジタルを使って配信したいのだと感じる。パソコンやタブレットなどのデジタル機器が日常化しても、アナログ文具に魅力を感じる人は少なくない。自分が気に入ったいい文具を買いたいと SNS で発信する人が増えており、文具市場を賑わしている。はい、以上が日経クロストレンドの記事からでした。で、空っぽペンから学べるのはマーケティングでのブランドの作り方、ブランド構築なんです。で、インクが入っていない空のペンに自分でインクを入れるという手間、これは別の表現をすれば自分の手で完成させる体験によって自分だけのペンが出来上がります。あえて非効率なところがあるからこそ、他のペンとは独自化されて自分で作った空っぽペンを使いたい、このペンが好きという感情移入がされたブランドになるわけです。で、ポイントは買い手、利用者ですね。利用者にとって参加できる余白を意図的に作っていることにあります。ここでいう参加できる余白とは、空っぽペンを買った人が自分でインクを入れて最後は自分の手で完成させるというプロセスです。このように買い手と売り手の競争、共に作るという競争ですね。競争という一緒にペンを完成品にする共同体験がペンへの愛着を生み出します。で、この愛着が深いほど思い入れがあって利用者の中でブランドになるわけです。で、この意味でブランドとはあくまで買い手の頭の中に出来上がる価値イメージなんです。その商品やサービスならではの体験をして、その時に好ましい感情移入が商品サービスにされると。で、こうした一つ一つの積み重ねから価値イメージが形成されて、結果としてブランドになっていくわけです。つまりまとめると、ブランドができる流れというのは、まず体験をして深い感情移入がされて、その結果特別な存在になっていくと。
ブランドになっていくわけです。はい、では最後にですね、今回のまとめとして学べることを整理しておきましょう。空っぽペンからの学びの一つ目というのは、ヒットの理由は非効率からの愛着でした。自分の手で完成させる一手間の体験が愛着を生んで特別な存在になります。で、ここでポイントになるのが、意図的に買い手とか利用者が参加できる余白を作ってあることです。参加することで売り手と買い手の共同体験ができます。で、このように共に作るという競争からの体験からブランドが作られるわけで、ブランド構築の流れというのは体験があって、感情移入があって、特別な存在になっていきます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。